本当ね、終わった時に、あ、終わってよかったと思ったの。本当に終わってよかったと思ったの。大きな怪我もなく、そう、最初お話もあった時はまたやるのかってすごい重くあったんですが、まあ、稽古重ねてね、前回よりもスケール大きくなってるし、どこまでどうなるかわからないけれども、今は楽しみのが大きくなっている状態ですね。やっぱり初演の時のこの芝居が出来上がった瞬間の、バンドでいうとそのファーストアルバム衝動でできたその時の、まあ、爆発力っていうのがすごいあったんですよ。じゃあ果たしてこれをもう一回できるって聞いた時は、あ、じゃあこのセカンドアルバムだなと実力が問われるっていう、やっぱり人の思いかな。結構派手な部分が多くてそっちにフィーチャーされてるみたいだけども、その国慶選手それぞれがどういう思いでここにいるのかっていう、そこが魅力かなと思います。それはもう下井さんの台本の一番大事なところになるところ気もするし、今回そのアイスホッケーの芝居やりたいなと出てくれて一番初めにオファーがあった時に、このアイスホッケーを通してあの地域の人たちを描きたいと言われて、そしたら台本もらったら選手しか出てない、監督、あ、選手と監督しかいないじゃないか、地域の人たちいないじゃないかとか言って、あ、それがまず面白いなと。だからその選手たちを通してその奥にあのに関わる人たちを描いていくっていう、なので僕らも、まあ、僕らがやることを通してアイスホッケーを見せたいなっていうふうに。これは恐れ多くてね。いや、とても素敵な方でお会いしたこともあるんだけど、偉大な人なんだけども、そういうことを全くその自分で出してるような人も なかったので、ね、やっぱ試合の時の感じとその普段の時の差が大きいっていう印象がすごくあって、それを、まあ、役にも生かしていきたいっていうふうにちょっと思ってるところは、まあ、ある。まあそうですね、モデルになってる選手があの NHL を経験しているというプレッシャーもありながら、宮司さんのこれまでのやってきたホッケーマンとしての人生っていうのを改めて、役者っていう仕事が自分の人生ではないまた別の人生を経験できるっていう役者の醍醐味を改めてやらせてもらえてるなと。で、実際もその高人さんもアメリカで会ったりしてるんでね、その福神さんと今回はその森下さんと僕本当に年も近くて、で割と近いところで芝居やってたん で役同士で少し本当セリフでは接点ないんだけども、そういうのを盛り込めていきたいなっていうふうに思ってます。森下さんはやっぱトリッキーな感じの役が多いと思うんですよ。他のところで見ると自劇団の子供幽霊でもいろんな役やられてるけど、でもここでちゃんと響くから、ああじゃあすごいなって初め彼もだからその一流選手の役っていうことで、まあ、お互いそのプレッシャー感じるねとか言いながら、話してるんですけども、彼の謙虚さというか、そのずっとなんだまだまだって思ってる奥の方にある熱いものがずっとあり続ける状態っていうのが、なんかそのそれこそそのホッケー選手にあって通ずるというか、なんかやるべくしてあの役やってるなって思います。本当ね、どこまで伸びるかっていうところ今から自分でも楽しみなんで、怪我をせず頑張っていきたいと思います。このお芝居を通してアイスホッケーのことをたくさんの人に知ってほしいですし、そしてアイスホッケーを愛する人にも満足してもらえるような芝居になってますので、いろんな人にそのアイスホッケーをもっと好きになってもらえる、芝居になってますので、ぜひたくさんの人に見ていただきたいと思ってます。ペナルティーキリング、ぜひご来場ください。はい。